いいですよ、謝らなくて。肩にもたれかかるくらい、どうぞ。さっきからこくりこくり、頭を揺らしてましたよ。そんなにお疲れなんですか？でも、うたた寝してる場合じゃ、ないと思いますよ。は、何その顔。遅えよ、気づくの。俺から逃げられると思った？こんな深夜の高速バスにこっそり乗ってさ。なあ、別れよう、さよならって。あのメッセージどういうこと？し、静かにしろ。全部お前が悪いんだろ。お前が一方的にメッセージ送って出て行ったりするから。俺だってこうするしかなかった。散々調べて、なんとかお前と同じバスに乗り込んで、やっと捕まえた。ねえ、自分のしたことわかってる？変な声出すなっつってんだろ。とっくに消灯時間なんだ。誰かに気づかれるだろう。この後に及んでまだ逃げようとする、そんな悪い子には。そうだな。ねえ、俺のこのポケット、何が入ってると思う？そうだよな。こんなところまで追いかけてくるくらいだもんな。もしかしたら危ないもの、入ってるかもしれないよね。お前の言動次第では、危ないことされても仕方ないよね。そうだよね。おい、うなずくなりなんなりしろよ。これ以上、俺に不快な態度取らないで。俺はね、今まで散々一緒にいておいて、簡単に縁を切ろうとする不義理な奴、一番許せないの。さあ、どうしてくれようかな。黙って逃げたってだけでも罪深いんだ。最低限のお仕置きをしないと。今日は乗客もまばらな日でよかったな。車内も真っ暗だし、こうしてカーテンで仕切っちゃえば、密室と同じ二人っきりだね。とりあえずお前のシートもっと倒しちゃおうか。追い詰められて固まってるその顔、たまらなく可愛いな。休憩でサービスエリアに寄るまで、このバスは止まらない。じっくりたっぷりお仕置きできるね。嬉しい？何を覆いかぶさっただけで震えてるの？首筋まで汗びっしょり。もしかして、むしろちょっと興奮しちゃってる？こんな状況、誰かに気づかれたらどうしようってさ。お前、好きだったもんな。寝カフェのペアシートとか、カラオケとか。ああ、あと駅のホームの柱の影とか。見えそうで見えないとこで、あれこれするの。ね。すっごく喜んでたもんね。そう。俺はお前が喜ぶことをしてきたよ。なのにさ、なんで、別れようなんて言うの？問題があれば解決しようって、悪いところは改善しようって、何度も話し合って乗り越えてきたじゃん。両親にだってお前を紹介して、大切な人なんだって、そう話して。ちゃんと将来のことだって考えてたんだよ。なのに、なんでだよ。どうしていなくなったりするの？目をそらすな。向き合えよ。俺はいつだってしてきた。逃げるなんてさ、人として最低だよ。お前、うなずくなりなんなりしろって言ってんだよ。苦しい？もっとギューってしようか。意外とこれくらい平気でしょ。俺はね、
平気じゃない。心が苦しいよ。ほら見て、俺の手震えてんの。今まで重ねてきた時間を思うとさ、怒りで震えてどうしようもない。もういっそのこと解決も改善もしないで、この手で何もかもめちゃくちゃに壊してしまいたいくらいに。ねえ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 。すみません、連れの体調が優れなくて、呼びかけたり揺さぶったりしてもぐったりしてたので、つい。いえ大丈夫です。車酔いがいつもひどくて本当に何でもないんです。運転手さんに体調不良って伝えて、次のサービスエリアで一緒におりますので。はい、すみません。キャンセル扱いにしてもらえてよかったな。ほら早く行くぞ。荷物は全部持ったね。ああ、一つだけ忘れ物があったな。そう、手錠。当たり前でしょ、お前逃亡を図った容疑者だもん。大丈夫、手錠で繋がれてるなんてバレないよ。こうやってしっかり手を繋いで、俺のポケットに手を突っ込んどけば、見えそうで見えないから。お前そういうの好きでしょ。さあ、話は後でじっくり聞いてやるから。な。